中日、立浪監督、片下郎か。試合前に今井監督にジョーク。楽天の今幸利明監督が24日、オープン戦、中日戦、北谷で3対0で今季初勝利をつかんだ。今井監督としても監督就任後初勝利。対外試合を7戦で1分6敗と勝ち星がなかったが、ようやくトンネルから抜け出した今井監督は、負けるよりは勝つ方がいいなって実感できました。今日は本当に内容がいいところが多かったですねと笑顔を見せた。試合前には PL 学園の先輩である中日立浪監督に挨拶。ずっと負けていたのも知っていて、冗談で今日は勝たしたろうかって言われて笑い、そういう意味で勝たしてくれたわけではないと思いますけど、今日はうちのチームが本当にいい形だったと初勝利をつかみ取った選手を称賛した。そんなに勝たしてどうすんねん。有言実行感。王者の余裕やぞ。本当に勝たしてるやん立浪さん、優しい。本当に勝たせてくれる素晴らしい先輩。ほんまに勝たせてどうすんねん。後輩のフォローをする素晴らしい先輩。余裕があるね、今年は手応えあるんだろうな。言うて楽天はええ勝ち方したやろ。PL ジョーク。ご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録お願いします。